guys, what's going on? Ketamo here. Keta です。今日はスターリングモールっていうところに来てみました。まあちょっとレビューしてみようかな。Let's go.コリアンスターと一緒なんですけど、コリアンスターが遅刻してきてちょっと言い訳をしてるんで、ちょっと聞いてみたいと思います。みんな遅刻しないんですよ、韓国人は。チキン食べに行きます。あ、チキン食べに行こう。ちょっと辛いかもしれない。辛いもの食べれるから。全然全然大丈夫、うん。さあ、チョンジュリーの言い訳をちょっと聞いてみたいと思います。チョンジュリーの言い訳を。マレーシアに来たらこんなことは普通になるかもしれない。そうなんだよ、マレーシア。下からは言い訳しないで申し訳ございませんけど、ドライブによって1時間かかるか15分かかるか。なるほど、うん。じゃあ家からここまで10分15分ぐらいの距離ですけど。めっちゃ何、はい、一回家帰ってまた戻ってきたんじゃない、そしたら。いやいや。ドライブなんか予定して申し込みしたし時間が、うん、12時45分ですけど、うん、今1時40分ですよね。はい、高速道路で切ったんですよ。あ、これ本当に。いや、高速便も高速道路低速で来たんでしょ、きっと。まあしゃあないです。トール代も4連銀払った。おいしいもの食べよ、元気出して、イエーイ。